い、こんにちは。今日はですね、自分の使ってるメガネについて紹介していきたいと思います。はい、でですね、普段かけてるメガネってどんなメガネですかとか、ツイッターとかコメントとかでよく質問が来るんですけれども、別に大したメガネではないんですけれども、普段この動画で使ってるメガネと動画以外で使ってるメガネっていうのは違うメガネをかけているんですけれども、その2つをですね、今日はちょっと紹介していきたいと思います。で、このメガネ、これ普段使ってるメガネなんですけども、で、これね、Amazon ですごい安いメガネで買ったやつなんですよ。一応概要欄にリンク貼っときますけど、そんな大して高い、いいものではないので、普通の黒の黒縁メガネ、ザ・黒縁って感じで、ここも太くなく、あと俺鼻がここ低いので、鼻が低い人でも似合うようなメガネの形で、メガネケースはこれ前 YouTube でアップしたと思うけど、このメガネケースマジで超優秀なんですよ。全然壊れないし、中も使い心地が良くて使ってます。次、 YouTube で動画アップしない時に普段使ってるメガネはこのメガネですね。中はねこんな感じの、あんまり変わんないよね、これとデザインあんまり変わんないけど、こっちはちゃんとレンズが入って、ほんの少し度が入ってます。で、ここがちょっとチャラチャラしてるんですけれども、このサイドだけはね、自己主張、横から出る自己主張っていうね、横から垂れ流す D さんみたいな、垂れ流しの D みたいな、はい。で、かけるとこんな感じです。違い分かりますか？これはちょっと高いメガネで、クロムハーツのメガネなんですけれども、普段はこれを使っております。あんまりはっきり言って変わんないよね、違いが。こんな感じですね。左のメガネにダイレクトイン、そんな感じです。それでは